履歴機能紹介、編集履歴。ユーザーが行ったパソコン操作の詳細を知るために、キーボードストロークを記録する、いわゆるキーロガーは非常に有用なツールです。リモートワーク、テレワークで自らの業務を証明したり、あるいは社員の業務を管理したり、様々な使い道が考えられます。しかし、一般的なキーロガーは、キーボード入力の内容、入力時間、起動していたアプリケーションが記録される程度で、詳細な履歴とは言い難いものが多いです。また、秒単位で区切って記録されるため、文章が細切れになり、間違った理解をしてしまうこともあるかと思います。SEPのキーログは、時間単位ではなく、操作と連動して記録されるので、文章が細切れになるようなことはありません。編集履歴が記録する内容は、ファイルのパスやウィンドウのタイトル、接続先の URL など多岐にわたります。また、コマンドプロンプトでのコマンド入力など、ファイル名が取得できない操作に対しても履歴を記録します。編集履歴が働く5つのシーンを紹介します。ファイル上のキー操作を記録するファイルキー入力履歴。ブラウザ上のキー操作を記録するインターネットキー入力履歴。送信したメール本文を記録するメール詳細履歴。クリップボードに保存された内容を記録するクリップボード詳細履歴。アプリケーション上のキー入力を記録するプロセス単位入力履歴があります。では、これから5つのシーンを実際に操作し、履歴を CSV 形式で出力した場合、それぞれどのような履歴が記録されるのか見ていきましょう。ファイルキー入力履歴。デスクトップ上の報告書 .txt を開き、本日の報告書ですと入力。以上の操作履歴を見ていきます。履歴には、編集履歴、カッコ、ファイルと記録されます。デスクトップ上の報告書 .txt を開いたこと、本日の報告書ですと入力されたことがわかります。インターネットキー入力履歴。ウェブブラウザ Google Chrome で天気予報と検索。以上の操作履歴を見ていきます。履歴には編集履歴、インターネットと記録されます。また、Google Chrome で天気予報と検索したことがわかります。メール詳細履歴。Outlook を立ち上げ、吉本さん宛てにメールを送信。以上の操作履歴を見ていきます。履歴には、編集履歴、メールと記録されます。その他にも、タイトル、送受信アドレス、本文が記録されます。クリップボード詳細履歴。メモ帳に書かれている内容をコピー、ワードファイルを開き、先ほどコピーした内容をペースト。以上の操作履歴を見ていきます。履歴には、編集履歴、ペーストと記録されます。ここで、ペースト先のファイル名、ペースト内容が記録されています。また、本文中の円マーク、RE という記号は開業を表しています。プロセス単位入力履歴。ワードファイルに報告書と入力して保存。以上の操作履歴を見ていきます。履歴には編集履歴、プロセスと記録されます。また、ワードファイルに報告書と入力したことがわかります。このように、SEP の編集履歴は、ファイル上の操作、ブラウザ上の操作、メールの操作、クリップボードの操作、アプリケーション上の操作を、通常のキーロガーよりも詳細に記録します。詳細な履歴からは、情報漏洩につながる操作を行ったか否かが明らかになるので、内部不正に対して強い抑止力となります。網羅的な操作を記録する編集履歴と、一目でわかる出力形式を兼ね備えた SEP の履歴機能。ぜひ、リモートワーク、テレワークにご活用ください。